ね、そのわざわざね鼻くそほじるところから始めるんだよ、まあ、股間かゆ鼠径部って言ったらここら辺なのかな、ここら辺なんだろうな、鼠径部って言ったら股間かゆい、はあ、めっちゃかゆい、風呂入ろう、さすがに風呂入ろう、毎日風呂入ろう、入りませんけどね、毎日風呂入んねえよ、めんどくせえこといっぱいだ、あーやばいな、めんどくさすぎるな、いやゴロゴロ漫画ばっか見てたいけどね、喋りたいね、やっぱ喋るの好きなんですよ、やっぱ独り言大好きでね、大好きだから動画にしてるんですよ、まあ、なんで動画にするかってね、それでね面白いことが重要かって言って、でも面白いこと重要だと思うな、意外に俺、いや喋るだけでいいんじゃないかなとか思ったり してるんですけど、面白い方がいいもん、うんね、あと痩せたけね、ねえ、あ痩せなきゃ、痩せたらね、なんかいいんじゃないかな、まあ痩せるのめんどくさいな、一回痩せた時体験してみたいね、うん、で一回痩せた時体験したら、まあその痩せた体験終了後のストレスというか、なんだろうな、あの精神の落ち込み具合っていうのは相当なものだと思うんですよ、まあ、相当なものってうざいよな、なんかさしっかりと言ってくれないことを言うね、まあ、相当落ち込むじゃん、うわってヤッホーみたいにさ、すごいって言ってさぴょんぴょんしてるじゃん、もうぴょんぴょんできるって喜んでるのに、うわーってこれに戻ったら痛い、あ痛くなかったのにめちゃくちゃ痛いって、あの自分の持病にもその1週間はあ痩せてるから持病も治ったって言ってわーうどーって、でもねえ、でもそれやったら多分知ると思うな、人はショック死する、わあこれは俺がねデザインしたやつたちなんですけど、グッズ化はしてませんいやでもなんかね、グッズで小銭稼ぎたいからそろそろやるかもしれない、誰も買わないだろうけどさ、なんかムカつくよね、グッズ起動るとなんかちょっとさ、なんか言われそうじゃない、うるさうるせんで、俺だって金が欲しいんだよアホ、うん、いい、これから言いそうな奴らに怒っとこう、あ、今のごめんね、ちょっとなんか慰めなきゃな、普通の人が今のでちょっと精神がねマイナスポイントだったらどうしよう、なんか、なんかないかな、今キリンちゃんのパペットがあったけどね、ちょっと無視しようって言ったらもうめちゃくちゃ気づいてると思う、うん、でめちゃくちゃねボロボロにされてるんですよ、うちのワンちゃんに、愛犬の名前は言いませんけど、なんとなくね愛犬にも個人情報があるんで守られるべきものがあると思うのでは、まあ、前は言ったけど今は言いません、うん、あーかゆいててて全然痛くないの、あ風呂入んなきゃな、体中かゆいわ、鼻が、あこっちだ、なんか鼻ってさ空気できる方決まってるらしいね、なんかあれ、あこっちだこっちだ、脳みそに酸素、炭酸水飲もう、飲んでいきます、ちょっとねいろんなもんこぼして、こぼしあまあいいや、誤字脱字のことに関してちょっと無視しよう、多すぎるから、特に何かするわけじゃない、あ、股間かゆいな、俺のいろんなもんがバレた時いろんな話できるな、俺のいろんなもんがバレた時にいろんな話ができるから楽しみだな、
でも本当になんか個人情報とかバレてみんな悪用しないでほしいな。みんなが優しい人であるようにね。でも俺がただ優しい人でねあってもね意味がないんですよ。みんな優しくなれないんで、だ本当に優しくあろうとしてください。本当にあ髪の毛切なきゃ。すごくね、もっさりボリューム。そんなないか。でも結構ボリュームなんか、いやでも ボリュームあるだろ。めっちゃ怒ってんな。もうすごいな、感情の病気じゃん。いやネットの声という自分の声があってね、いやそんななんか、でもすごいボリュームの人いるじゃん、もっさり。いやでも俺的に、俺ときボリュームは結構すごいけど、あの俺の髪長かった時期めちゃくちゃ面白いんだけど、なんかさ、こんな髪の毛になってんの、こんな、キモって思った。いやそりゃさ、人気になるわけないじゃん。今でさえ結構キモいよ。ねえ、すごいんすよ髪型が。え、そんなんじゃチャンネル登録者増えるわけないじゃんって。まあ今も増えませんけど、やっぱ容姿って大事だね。うん、なんかね、小汚いデブが面白いこと言ってちゃダメなんだな。綺麗にしなきゃな。でもやっぱ綺麗で面白いこと言ってなきゃダメなのかな。でもやっぱちょっと汚いとうってなるもんね。うん、でも俺も汚いよ、ほらニキビ、ほらほらニキビ。なんでニキビ見せんだろうな。隠したくないんだよな。あ、顔のもんはあんま隠さなくていい。なんかここにも出来もんあるんです。なんか出来もんみたいなもんとここにもあるんです。いっぱいあるんだよな俺は。今よろけちった。あー、いて、いろいろね病気あるんですけどね、面白いんですよね。なんか俺のお母さん抜けてるとこあるっていうかさ、俺の病名わからないらしいんですよね。なんかやばくないですか、俺の病名がわかんないんですよ。だからいつもなんか適当な検索するんですよね。おいってちょっと思っちゃってます。俺のお母さんも適当だったんでしょうね。なんか絶対病院の先生が病名を言ってたんですよ。うん、絶対言ってたんですけど聞き逃して、俺も病名がわかんないっていうね。股間かゆ、風呂入んなきゃ。いてこの後ろにも結構いろんなのができててね。あと俺も裸も見せられないしね。なんか俺ね脇洗ってないんですよ。だからね、もうていうか普通にそもそも風呂に入ってないんですよ。人と会うことないんで、なんか臭いだろうし、でめんどくさいんですよ。とにかく、あ、爪切んなきゃな、そろそろ。ちょうどよくさ、最近ちょうどよく爪切る。あのね、俺爪な、爪のうざいところあるんですよ。ふにゃふにゃしてるとこうざいよね、お風呂上がった後とか。うん、で引っかかって痛いとこと、切るのめんどくさいとこと、あと一番嫌なのはあのね、お湯にあったあったったのなんか寒暖差で、ね、なんかグワーンってするんですよ。指がグワーンって言ってね、なんかもう 0.2 ダメージくらいを常に与えてくるんですよ。うーって片手で 0.2 だ、両方で 0.4 ダメージがうーってきてね、本当に俺あれ腹立つんですよ。え、やめろって思うんでね、爪切んなきゃ、切んなきゃな。あと爪にめっちゃゴミが溜まるのね。うん、これもうざいね。腹立つこといっぱいだ。脇めっちゃ汚いし、もうなんか洗っても落ちないんですよね。うん、あと俺なんかね、体洗ってないからね、やばいんですよ。めっちゃ垢出てくるんですよ。体こすると、風呂入った後ちょっとさ、水が浸透して乾燥してきてさ、ガシガシガシって言ったらね、めっちゃ垢がボロボロ出てくるの。汚いっしょ。俺も嫌だなって思ってる。いや出てくるなよって思って、洗っても洗っても落ちないんで、赤がもう赤の鎧を着てるんで俺は。だから俺毎日本当は風呂入ればなんかね、このよくわかんないね、でっけえニキビができる病気も治るんですけど、それができないんですよ。できないからこうなってんのにね。金欲しい。なんか国から金くれねえかな。金が一番の薬だと思うんですよ。毎日お風呂頑張ったら、だってそれって一番の薬かもよ。うん、やっぱ直すためには金が必要なんだよな。じゃああなた一日風呂入るたびに500円あげますって言って、やったー頑張るぞーってなるじゃん。でその500円を積み重ねたら3万。そうなんだよな、やっぱお金が一番の薬かもな。だってさ、継続が一番めんどくさいけど、継続をさ、なんだろうな、人参走らせて人参ぶら下げて下げるみたいなもんですよ。それが金にな変わっただけなんで。まあ、馬理論ね。馬人参理論。人参馬理論。人参ぶら下げ理論でね。お金があったらみんな頑張れると思うんですよね。てかもう仕事とかな。いや、あれやんない方がいいよみんな。うん。絶対もう仕事しないで生きていきたいな。俺は絶対に仕事しないぞ。絶対に仕事しないでどうにかなってやる。
YouTube で楽して稼ぐぞ。 YouTube で自分の大好きなおしゃべりをしてね、でアンチどもとかね、野獣馬どもの意見を全部無視して俺を肯定する理論、たまにはいけないことをしちゃうかもしれないけどね、やっていこう。楽しく楽し楽しいことして楽して稼ごう。それはすごい難しいことなんですけど、うん頑張っていきますよ。はい、頑張っていこう。頑張っていっちゃうぞ。やっぱ容姿大事なんだろうな。うわー、頑張んなきゃな。いや頑張んなくていいや。 YouTuber もうなんだろうな、気ままに活動していこう。お腹がちょっと冷えてきた。さすっちゃお。何話そっかな、話す話題ないな。いや、未だに俺やっぱ可愛いって言われるの腹立つんですよね。だって俺の動画全然見てないじゃん。俺が結構面白めに話してるのに、お前は、ね、お前には何も伝わってないんだなって思っちゃうさ。え、電車で音量ゼロで聞いてんのって話なんですよ。俺ちょっと切れちゃうんですよ、可愛いって言われると。ほんとやっぱみんな何も見えてないんだね。うん、まあいいわ、そんな奴ら関係ねえよ。なんで可愛いって感情を持つんだろうな。すごい切れてる声量だって俺。これでさ、俺を好きな人がさ、いや切れてる羽島教授はあんまり好きじゃないんだよねって言って逃げちゃうんだよ。でも本当にいるのかな、俺を見てる人。まあいっか、多分俺の再生回数2匹やね、大体俺の再生回数だと思うんですよ。うん。ウェルウェルドンバニディンDon't wanna win, win, win. Remember the man who won the race. When the wind is and in the round, da 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 ヘイジュン、笑っちゃいました、歌っちゃいました。ということでね、寒、俺もうやばい、お腹冷えちゃうよ。いやめっちゃ冷えてるお腹。あ、手あったか。どうもー、喋ることないね。メガネの反射めっちゃ気にしちゃうな。気にしてくださいってゴクムさんに言われたけど、あんまり気にしたくないんだよな。でも気にするね、結構反射し、お反射しない、やった、黄金の角度みっけ。すごいなんか気合い入れてるよね。千葉田さんって人がなんか、まあええわ、大丈夫かな。へいじゅん、大きな声で言いたいね、平順って。うんちぶり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 、この世で
最悪、最低品質の替え歌だね。ここは地獄じゃないですよ、現実です。ぽよん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 。あー、動画にタイトルつけるのめんどくせえからつけるのやめた。こんなことしちゃうんですよね、俺。めんどくさがり屋なんですよ。YouTuber って職業意外に向いてないんだろうけど、俺は続けるけどね。続けちゃいますけどね。生きよう。キラシー、胸を抑えて久しぶり寝た。君が笑う、バカだね、そんなに急ぐなんて。うっすら汗まで書いて。めっちゃ気持ちいい。目に見えない翼広げて。確かに君は歩くほどにバラより美しい。ああ君はドゥ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 ルル変わった。電波人間最新作。作る気あんのかな。うわ、めっちゃびっくりした。電波人間早く。電波人間、4月1日今度の電波筋肉がこれエイプリルフールらしい。もう7年前になるんだ、電波人間の一作目。早く電波人間ここ出せよ。フリーって無課金で全クリできるゲームなんだ。まあ根気があればできんだろうな。早く電波人形を作れ。早く電波人間作ってくれよ。あ、股間かゆ。めっちゃ股間かゆ。やば、ちょっとかゆすぎるな。かいちゃおう。股間かゆいな。風呂入んなきゃダメだな。誰も幸せにならないな。すごいな、俺の才能。誰も幸せにならないこと言ってる。かゆう股間、風呂入った方がいいな。もう股間かゆいんでやめます、今日は。はい、そんな理由でやめるのかって言って、いや、めっちゃかゆい、めっちゃ蒸れる、やば。なんかルパンの
銃弾の避け方をずっとしてないと雑談できないから、やってみるか。ちょっとアキレス腱伸ばして、アキレス腱ちょっとアキレス腱のストレッチのしかしてる人がいたら本当に教えてほしいな。まあまあね、手で伸ばすんだよな。こうやって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 。どうも、はじま巨匠です。声がやっぱ結構震えるんだね。やっぱ今ね、ちょっとあの股間が蒸れるけど、股間が蒸れるのと毒言欲どっちが勝ったかっていうと、毒言欲が勝ったんで、父がやだ、恥ずかしいね。こんな何年後かのね、人気になった俺が見たら恥ずかしいね。ちょっとこうするか。どうしよう。あ、いて、ここなんか出来物ができてんだ。どうしよう、なんか恥ずかしくせず、このね、出口を動かさずに。どうしよう、いい策がない。いいか、もう諦めよう、すべてを。どうしようかな。こう、いてんだよな、ここ。で、こう、優しくね、こう持って。どうも、はじま巨匠です。いや、太ってるとね、デブ乳が出ちゃうし、あと、股がね、すごい吸着しちゃうんですよ。いやー、それで、ちょっと今ね、あの、ルパンの弾丸余計をしながら、喋ってます。やっぱ喋りたいんで、喋ったら、すごい疲れるな。うん、すごい疲れる。でもね、僕喋りたいんでね、あ、腰も痛くなってくる、これ。やば。もう今日で死ぬ勢いで運動してる、俺にとって。あ、やめときゃよかった。俺がいつも飲んでる薬ね、お母さん最近なんかね、あの、まあなんかそういう薬があってね、すごいなんかね、自然由来のアロマを凝縮した薬らしくて、それ飲んだら鼻通りが良くなるんですけど、めっちゃスースーするんですよ、喉が。あ、疲れた、やめた。あ、もうこうやってもこう太ももをブルブルさせよう、みんなには見えないけど。あ、もう疲れた。ズボン嫌い、ズボン脱ご、どうせみんなパンツ見えねえしな。いいわ、脱いでやるや。ほら、うお、すげえ、お、股間かゆい、股間がかける、すごっ、うわぬしゃぬしゃみたいな音がする。これ生々しいですね。いやー、パンツです今俺。俺はやっぱ基本的に肌の上に1枚しか生地を着たくない派なんですよ。あ、かゆ、またかゆ、風呂入ろう。今日絶対に風呂入ろう。で、歯も磨いちゃおう。さっきなんかね、朝ね、今日は朝豆乳飲もうって思って飲んだ、やっぱね、歯にダメージが来て虫歯なんでしょうね、普通に。あ、疲れた。あ、めっちゃかゆい。あ、もうかゆいばっか言ってんな。こいつで、この空気清浄機で、股を、見えてないね。今これ見えてた、絶対金玉がね、思いっきりパンツをね、パンツ壊んじゃん。パンツ壊んじゃん。これグイーンってて、股、ま、で、グイーンってさ、こう、股、金玉あたりをね、こうやって書きながらね、風に当ててたんですけど、すごいな。ここまで人間落ちぶれるか。ね、この先の人生がね、すごいね。ほんと YouTube にかけてんね。いや、金玉がね、みたいなこと言っちゃって。やば。YouTube に命かけすぎじゃない、ちょっと。もう絶対社会で生きていけないじゃん、そんな動画作ったら。いやー、でも、俺もいつかなんか YouTube 以外になるのかなって考えたら、そっちにシフトしてくんだろうな。いやー、まあね、独り言と、あ、これニキビ見せてるわけじゃないよ。俺ちょっとね、髪の毛切っちゃったんで、わかる？ここら辺。お、切れてなくない？意外に。なんかね、な、その、ここの、な、毛ってなんていうの？こういう毛。産毛ここら辺あるじゃん。で、やって、ちょっと切っちゃった、ここ。ここちょっと切っちゃった。なんかね、すごい坊主。だから、坊主にしちゃおっかな。久しぶりにさ、俺が坊主にしたらどうなるかやってみようかな。お母さんなんか坊主めちゃくちゃ反対するんですよ。で、俺も坊主にしよう。でもな、お父さんの目が嫌なんだよな。俺やっぱお父さん好きじゃないんですよ。まあ、母親もそんなに好きじゃないですけど、まあ、いろいろあってね、そんな好きじゃなくなったんですけど、だからね、お父さんにいじられるのがすごい嫌なんですよ。まあ、いじるわけじゃないですけど、坊主にしたらなんか言ってきそうなんでね、もう嫌だなと思ってます。すごいよ、俺お父さん嫌いなんだね。本当に俺はお父さんが嫌いな人間なんですよ。なんでかってさ、いや、実はそんなに俺もお父さん嫌いじゃないんだろうなって思ったら、やっぱりね、
あの朝ねお父さんが仕事行くとき、やっぱ普通にやっぱお父さん仕事行くってことは歩くじゃないですか。何その大前提の話って、まあ、とことこね、まあ、どんどんってわけじゃないけど、まあ、歩きのね保温がするわけじゃないですか。炎の音が、それですごいねストレスが溜まるんですよ。俺の部屋開けてくるんじゃないかって思っちゃってもうダメじゃんそれはって思ったけど、まあね、すごい嫌いなんだろうね俺は。まあいろいろねあったんで、いろいろあったってね、いろいろあったことを喋ったらめちゃくちゃ叩かれた気がするからさ。まあでも俺の動画にもなんか昔のことかかって語ってる動画もあったけどさ、まあなんかいいわ、あんま見んといて。あ、これ下手したら金玉見えんな今の角度、あぶねえ。金玉見られたくないな。金玉見られたらなんで嫌だと思います？バンになるんですよ。これめちゃくちゃ今ね金玉の形に沿ってパンとねシュウエみたいな感じしてるの、シュウエみたいな、シュウエみたいにしてるんです。今ねもう鼠径部に汗でねちょっとズボンをねギュッてしたんで、パンツブカブカだからなんかもうめっちゃすごいキュッてなるパンツ買おうかな。かゆっ、めっちゃかゆいな。今日本当にやめちゃおうかな。あと、あ、もう絶対俺はアロマの薬を飲まない。なんか濃縮還元アロマじゃないけど、なんかアロマをギュッてしたようなね薬絶対に飲まない。あいつ腹立つ、めっちゃスースーするし絶対に飲まねえ。最近俺小食なんですよ。なんでかっていうとね、いつでも独り言動画を撮れるようにっていうか、独り言っていうかね話できるように、やっぱパフォーマンスが落ちるんですよ。お腹いっぱいだとパフォーマンスが気持ち悪い状態で喋れないじゃん。あーお腹いっぱいだ、寝るのも辛くなるんですよお腹いっぱいだと。今結構お腹いっぱいだと思うんですけど、なんか俺なんかね腹120%くらい食うんですよいつも。ほんとそれをやめなきゃな。お寿司は5皿までとかさ、今ちょっと見えた、かゆっ。あと、鼠径も俺汚いんだよね、洗ってないから。黒ずむんすよ。うん、なんかね、膝裏とかも。めっちゃ汚いんですよ、俺ね。だからね、ほんと清潔感ゼロなんです。清潔感ゼロだし、清潔に対する意識もゼロなんですよ。うん、不潔なんですよね。ごめんね、みんな。許して。あと、このね、こう、このスーパースローカメラでみんな見たらわかると思うんですけど、俺の爪めちゃくちゃ、今ね、こう、解析班の人がね、こう、そんなのできないか。うっ、ね、めっちゃ、一時停止したら分かると思う。俺の爪めっちゃ汚いの。なんでね、爪垢がすごい黒くて。ね、うんこをねじ込んだんじゃないかなと思われちゃう。水分ないな。お、ギリパンツ出てねえじゃん。有能だね。あ、めっちゃ喉痛い。アロマうざ。あー、ちょっと頭見てくなってきた。あと今のさ、銀の反射でなんか絶対見えてるよな。見えちゃいけないものも意外にあるんですよ、俺の部屋。片付けろって話なんですけど。ああ。俺のお母さんの腹立つ言動、なんかこのアロマの薬を飲むとなんかね、ゲップがいい匂いになるのに、お母さんゲップのことゲッポって言うんですよ。マジでそれ腹立つんですよ。キモって思って、その言い方ほんと殺意湧くんですよね。クーって、もういこれは本当に腹立つんですよ。なんかお母さんそういうところあるから超腹立つんですよね。俺はいつもママって呼んでます、お母さんのこと。でもやっぱね、人前だとね恥ずかしいんでね、お母さんって呼んでるんですけど、お母さんも意外に恥ずかしいらしいですね。思いませんでした、お母さんが基準だと思いました。腹立つな、世の中。世の中腹立つ。でも最近なんか普通にママって呼ばなくなってきたな。ママー普通に加藤純一さんのフレディ・マーキュリーをさらに誇張した感じじゃん。ママー。骨川も入ってます。骨川スネオ、スネオも入ってんね。なん骨川も入ってますって。下手したら間違ってるかもしれないよな。うん、骨川って名字、骨までは合ってるかもしれない。骨清水かもしれないし、はあ、泣いちゃうな。骨清水って例えじゃないだろ。
骨なんとかって俺知らないもんな、骨皮以外。骨、骨中、骨大、骨伝、何、骨、骨皮以外何やんの、なくね、骨皮以外ないだろ。なんで骨って名前に骨つけんだよ。人間だろ俺たち、骨はあるけどさ。じゃ、喋ることないな。あ、早くドキュメンタリー見たい。股間かゆいの、早くお風呂入りたい。あ、指紋取んないでよ。うん。でもこっちで見せよう。早く、こ、一応指一本目出します。早くドキュメンタリー見たい。こうでいいな。あ、爪が見えんだよな。なんかないかな、他の出し方。まあいいや、もう出さなくていいや。お風呂に入って体を洗う。ドキュメンタリーを、が再開するのを祈る。あと漫画見る。息を切らし胸を押さえて、久しぶり寝た君が笑う。バカだね、そんなに急ぐなんて、うすら汗まで書いて、目に見えない翼広げて、確かに君は変わった。ダン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 、歩くほどに、うんほどに、うんほどに、うんほどに、バラより美しい。ああ、君は変わった。ジャンジャンジャン、歩くほどに、タルルほどに、トゥルルほどに、トゥルルほどに、バラより美しい。はあ、君はテレステステステテテテ、変わった。あれ、か、かわ、く、く、く、かわ、か、かわ、か、か、かわ、かわった。はい、結構真面目にやってるんですよね。うん、ふざけてるみたいな。チューニングしてるんですよ。チューニングめちゃくちゃ下手ですね。はい、それはね、すごいね、もうダメじゃん。ダメだよ、そんなことしちゃ。喋ること何もねえな。なんか喋ることねえかな。ねえわ。じゃあね、ごめんなさいね、皆さん30分もね、付き合ってくれて。今日の収穫特になしということで。あざした。